ご安全に。青函用接触人カジチャンネルのカジです。やっと最終回の第4回目となりました。ディグ溶接を徹底的に1から10まで解説です。今回はウィービングとローリングについて、主にトーチの技術にはなりますが解説していきます。ローリングとかね、花形な感じはありますが、私が本当に大切だと思っているのは1回から3回までだと思っていますので、まだ1回から、ね、3回までを視聴していないよっていう人は視聴してみてくださいね。とはいえ、今回解説するウィービングとローリングも大切な技術です。まだできないという人もいると思います。私も、左手ではねぎこちない感じなので、まだまだだなとも思っています。まだね、なるべく丁寧に解説していきますので、最後までご視聴ください。そしてこの動画を見つけてくれてありがとうございます。あなたのコメント、チャンネル登録、高評価など皆さんからの反応が私のモチベーションです。質問、感想、何でもいいのでコメントいただければ幸せます。それでは早速いってみよう。最初に注意点です。動画の中で溶接棒を入れる場面が多々ありますが、カメラ位置の関係でやむを得ず横から入れています。今回の動画での溶接棒の入れ方は参考にせず、第3回で解説したように溶接棒はなるべく進行方向から入れるようにしましょう。皆さんがよく使うのは第3回で紹介したストリンガーとこのウィービングではないでしょうか。私もよく使います。この動画のようにトーチの向きや角度を一定にしたまま左右に動かして進んでいきます。後で解説するローリングはトーチを動かすスペースが必要になりますが、ウィービングならスペースはそこまで必要ないので重宝します。この動画では膝に肘を固定してトーチを安定させていますが、何かしらの方法でトーチを安定させないと綺麗な溶接はできないので、状況に応じた固定方法をいろいろ試してみてください。アークを出してみます。左右に動かしながらの溶接なので、当然ですがストリンガーに比べて幅の広い溶接になります。ノズルを母材にタッチさせてタングステンと母材の距離を一定にしています。左右へ動かしながら進むので、綺麗なビードにするためにはビードの際を揃える必要があります。また進む距離、溶接棒の供給量などを一定に保つことで綺麗なビードに見えます。進む距離を少なくして細かく左右に動かすと鱗も細かくなり、ビードはより綺麗に見えますが進む距離は少なくなるので、熱がかかりすぎないよう注意しましょう。ちなみに私はルート間隔を空けて裏波を出す場合などローリングができないうちはこのウィービングで裏波を出していましたし、ローリングができるほどスペースがない場合などはウィービングでの溶接になるので、とてもよく使う溶接方法だと思います。墨肉にもウィービングが使えます。トーチの動かし方は先ほどと同じですが、向きや角度は固定して上下に動かしながら進みます。トーチを膝などを使って固定するのを忘れないようにしましょう。アークを出してみます。トーチの角度を固定することによってタングステンと母材の距離が安定します。焦らずしっかり溶接棒を溶融プールの先端部に入れましょう。高い電流だったり溶接棒の入れる量が少ないと上側がカットになりがちです。金属も溶けると液体なので下に流れようとします。そのあたりも注意確認しながらウィービングしていきましょう。ローリングはノズルを母材にくっつけて転がしながら溶接ビードを置いていきます。ウィービングに比べてタングステンと母材の距離が安定しやすいですし、鱗もビードの幅も揃いやすいと思います。慣れればリズムに乗って楽に溶接ができます。しかしトーチの動きが複雑でなかなか進むことができない人が多いのではないでしょうか。ローリングで溶接する場合はトーチを回すスペースが必要です。何でもかんでもローリングとは考えず、状況に応じて楽で早い溶接方法を適切に選ぶようにしましょう。
ローリングは住み肉溶接の場合と付き合わせの溶接の場合で変わります。付き合わせのローリングがまだできない方は住み肉のローリングができるようになってからの方がいいと思うので、住み肉のローリングから解説していきます。住み肉のローリングはノズルを角に当てて滑らせながらの溶接になります。慣れれば楽に早く綺麗なビードで溶接できるので、住み肉のローリングは必ずマスターしたいところです。トーチの動きとしては持ち手部分を上下に動かしつつノズルを回す感じで進んでいきます。腕に力が入るとうまく進むことができないので、適度に脱力することを意識しましょう。この動きを解説するのはとても難しいのですが、頑張って解説してみます。私の感覚的にはトーチを押し付けている感じはありませんし、進んでいる感覚も少ないです。勝手に進んでいるという感覚です。動画を見ると下側を支点にして上が滑り、次に上側を支点にして下側が滑るの繰り返しな感じがします。この時ノズルが回転して摩擦を減らし、この間に進んでいるような感じがあります。アークを出してみます。ビードの端を揃えるように心がけて進むと綺麗なビードになります。慣れないうちは電流を上げすぎないようにしてゆっくり感覚をつかんでいきましょう。デメリットとしてはノズルの当たっているところにギザギザの傷がつきます。ローリングでは溶接棒を入れっぱなしで溶接することもあります。慣れると溶接棒を流し込むだけで綺麗な溶接ができると思いますが、溶接棒の送りを一定に送り続ける技術が必要となります。では付き合わせのローリングの解説に移ります。付き合わせのローリングはノズルを転がしながらの溶接になります。住み肉のローリングのように滑らせるわけではありません。転がします。しかしローリングが苦手な人はこのノズルを転がしながら進むというのがなかなか難しいのではないでしょうか。できなければできないでなんとかなる技術ではありますが、できると重宝しますし、何よりかっこよですよね。今回は付き合わせのローリングの前に仮先を使ってなんちゃってローリングから練習することをおすすめします。この技術もとても使えるので練習する価値はあります。まずは仮先のなんちゃってローリングを見てもらいます。トーチの動かし方はローリングに近いと思います。しかしこのなんちゃってローリングは本当のローリングとは少し違います。このように進んでいます。私のイメージですがコンパスで進んでいる感じです。ノズルと仮先の角の点で進んでいる感覚です。トーチの動き方はローリングと似ているので、この動きをまずはマスターすることから始めるといいと思います。何度も言いますが、トーチを持つ手の力を適度に抜いてください。そしてトーチを進む方向に力を入れるのではなく、あくまでも歩いて進むというイメージで進みましょう。このなんちゃってローリングは裏波溶接など仮先の角がある場合は使えるので、とても重宝しますし実用的なので、まずこの動きができるようになりましょう。では今度こそローリングの解説をしていきます。まずはローリングの動きですが、ノズルの動きに特化するとこのような動きで進んでいきます。皆さんも溶接屋さんの解説動画でよく見る光景ではないでしょうか。この動きをトーチですればいいのですが、頭では分かっていてもなかなかできるものではありません。まずは肩の力を抜いてアークは出さずに練習しましょう。トーチの動かし方は基本的になんちゃってローリングと変わりませんが、しっかり肘や肩を使って回してあげないとノズルが転がって進んでくれません。ノズルを転がしたら向きを変えて反対に転がしましょう。この転がす向きも大切で、行きと帰りの角度が同じになるように向きを変えましょう。ノズルの径が大きくなれば転がして進む距離は長くなり、
ノズルの径が小さくなれば転がして進む距離は短くなります。ノズルが常に母材に接していますので、とても安定しているとも言えます。しかし難しい。なんででしょう。ローリング以外は肘や膝などでトーチを固定していましたが、ローリングはノズルのみでトーチを固定します。そのため力が入りやすいような気がします。転がしても進まないって人は結構いるのではないでしょうか。同じところを炙ってしまって焦って進みたいのに進まない、そんな人は一度深呼吸をし、落ち着いてからアークを出さずにローリングをして、手首や肘の動きを思い出しましょう。ゆっくりローリングをする副作用の熱量の増加に焦らないよう、電流を下げたりスイッチを切りながらローリングしましょう。スイッチに親指を置いている人はスイッチから親指を離してしっかり握り込むとローリングがしやすいと思います。達人の方々の電流と速さで進めるわけがないので、自分に合った電流でゆっくり練習通りに進んで、炙りすぎそうならスイッチを切って冷ましながらでも進みましょう。5ミリでも進めば次は10ミリ進めますし、10ミリ進めば次は20ミリに挑戦しましょう。慣れてきて考えずとも進めるようになれば、おのずと早く進めるようになり、電流も上がってきます。まずはゆっくりじっくりローリングができるようになることが先決です。ローリングの注意点としては、タングステンが上下しないようにローリングをする必要があります。これがなかなか難しいと思いますので、ある程度形になってきてから修正してもいいと思います。そしてトーチを進む方向に力を入れないことです。焦って進もうとするとノズルが滑ってしまって溶接になりません。理想は腕の重さを乗せている程度でトーチを持って、進むのはあくまでもノズルの回転で進むことを意識しましょう。ステンレスに比べて鉄は焼けてくるととても滑りやすくなり、仕上げのローリングはかなり難しくなります。これができるような溶接屋さんはすごい技術の持ち主なんだなって思います。炭肉と同様に付き合わせでも溶接棒を入れっぱなしにして溶接することがあります。トーチの動かし方に慣れてきたら、溶接棒を入れっぱなしで溶接してみてください。溶接棒をどんどん差し込む感じで進んでいきます。考えずともローリングができる頃には早く綺麗に仕上げることができると思います。どうでしたか。全4話に分けてのティグ溶接を徹底的に1から10まで解説でしたが、徹底的にって言ってもね、そんな奥が深すぎて奥が見えないティグ溶接を隅から隅まで解説できるわけもなく、大事なところを抜粋しての解説にはなりましたが、初心者さんやこれから上手くなりたいぜっていう人にはいい動画になったのではないかなと思っています。ここからはね、皆さんの経験が必要になります。皆さんにとっての正解をね、見つけられることを願っています。はい、質問感想ありましたらコメントください。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、ご安全に。